新しくできた古着屋さん、クジラ呉服店というところに、お邪魔しております。じゃあ、自己紹介お願いします。クジラ呉服店の店長の、トイです。はい、よろしくお願いします。あ、いいなぁ、サイズ感、いいなぁめちゃめちゃいいなぁ、まあ、いわゆるキューチャーチって言われる、まあ、サントシっていうやつですね、はい、まあ、めっちゃいいわめちゃくちゃいい。マサズアウトドアチャンネルにようこそ。マサミです。そして山ちゃんです。そしてクジラ呉服店の店長トイです。さあ、ということで、前回に引き続きここ、クジラ呉服店で、撮影させていただいております。よろしくお願いします。まあ、前回はね、まあ、メインのフロアちょっと紹介していただいたんで、まあ、実はここは、まあ、あと2フロアあって、そちらに、ちょっと行こうかなと思っております。ちょっとなんか山ちゃんニヤニヤしてる。何前回の動画なんですけど、うん、後輩キャラが2人いるから、うんうん、役割が完全に被ってるもうほぼスタッフやったんで。そうそうそう、いや、それはお前らしろよそこは店長もなんか後輩キャラっぽい感じ。そうそうそう、後輩だもんね。後輩なんですよ、ゴリゴリ後輩なんですよ。普通になんかこのレギュラーキャラっていうか身内っていうかやってるんでなんかあの主導権がまさに握ってんじゃん。まあ俺の動画だから別にそうでしょあと山ちゃんが服の説明してるときうなずくだけのやつはやめて一つ言わせる、うなずくしかできないなんかもう任せてる。こっちは詳しかったからね。そうそう、そう、僕も勉強になったりする。確かに確かに。みんなで勉強しながらお届けしよう。そうそうね、はい、ということで、じゃあ範疇の方、はい、ちょっと、見させてもらっていい？はい、じゃあちょっと、はい、じゃあこちらですね。はい。はいはいはい。うんうんうん。なるほどね。はい、範疇からはまあこんな感じですね。はい、こんな感じ。で、この符号はどう、まあ、年代とか、あとはセレクトしてるものはどんな感じなの？まあ、先ほどの前回の動画とはまあほぼ同じ現行のものだったりするんですけど、置いてある、まあ、あっちはチェックのシャツとか、あ、はい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 、こっちはストライプのシャツだったり、あ、この辺ね、はいはい、ガラシャツとか、うん、はいはいはい、まあシャツ、まあ、あ、全部半袖があって、あとは T シャツか。そうです、T シャツがあって、まあ、T シャツはまあ現行なんですけど、ここら辺のシャツとかになったら、うん、80s とか 90s とか。なるほどね、こういう派手なのもね、たまにはいいよね。いいっすね、こういうのかっこいいよね、これちょっと着てみようかな。どっちがいいんですか？俺ガラスあんま着ないよね、直感的にでもアロハ持ってんのよ。こっちだろうな、こっちかな。でもこっち、はい、ちょっとこっち着させてもらおうかな。そう、柄物をね、あんまり持ってなくて、一着アロハ持ってるぐらい。緑、うん、そう、あの、よく着てるやつね、はい、うん、そのぐらい。でも俺、柄物実は好きではあるから。ああ、似合いますからね。うん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 、ちょっと気になるなっていう感じ夏に映えるじゃない、こういう柄は。あ、全然いいんじゃないですか、この感じ。ちょっとマサさんにしたら結構ゆったりめになるんですけど、あ、でもいいな、よくない？あ、でもこれレディース合わせなんだね。あ、合わせが、ボタンがめちゃくちゃ特徴的ね、このボタン、このボタン、うん、これなんかいいね。なんか女の子がざっくり大きく着ててもね、かわいいかもしれないね。なんか太パンにミリタリーとかで、あ、めっちゃ良さそうめちゃくちゃ良さそう。え、これいいな、普通に、うん、下の今日のインナーアートティートも結構合いそうです。確かに確かに、うん、これかっこいいな。いいですね、いいですね、こんな感じね、うん、見せたいよね、やっぱこの辺はちょっとクリエイティブな仕事してて、アートアーティストっぽいいや、でもこれ普通にいいの、うん、まあ派手なね、シャツ探してる方はぜひって感じ、ね、感じだよね、うん、あったらどうか。これもちょっと気になるんだよな。
からなんかかっこいいよね。もうなんかボタンのね、オープンカラーディティールがヤシの木になってて、これちょっと面白いかも。もうちょっと着させてもらっていい？山ちゃんもなんか気になるからね、今。あ、すいません、後輩キャラが2人いるからね、役割分担ですいません、ボタン取る人と服を取る人ねありがとうございます。この部屋は普通にいけそうだな。あれかなりでかいか、まあ、どう、あ、でもまあ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 、じゃあ俺だったらでかいね、やっぱさすがに、うん。でもこの生地感とかすげえいいね。めっちゃいいっすね。もう夏とかには持ってこいの生地。そうだね、うん、うん。なんか柄もそんなガチャガチャしなくて着やすい、合わせやすそうだよね、うん、うん。とりあえず南国には、南国ビーチとかめっちゃ合いそうね、うん、うん、ではまあコロナビール飲んであとはもうビーチとビールがあればいい、いいだけだもんね、うん、これはこれかっこいいな。はい、うん、ありだよね、はい、うん、これいいな。あとどうだろうな、ストライプとか俺ほぼ着ないからな、逆に。あ、まあ、サニーっぽさはちょっとないですけどね。ないよね、うん。でもなんかその中でも俺に似合いそうなやつちょっと、この辺は、この辺はでもまさにいけるんだよ。ああ、いいね。こういうのとか。これね。はい。この、うん、ブラックジーンズにも合いそうです。あ、確かに確かに。はい、これいい。すせな。スタッフがいっぱいいるからね。はい、あ、今日は。いや、嬉しいよ、俺は。みんな。後輩が協力してくれて前回の動画よりも格段に多分手際は良くなった前回の動画で飲んでたでしょ。飲んでましたね。それがダメだったね。それでちょっと変に上がっちゃったちょっと最初の方顔真っ赤だった真っ赤にしちゃったもう自分はもう見たくないぐらいちょっと、まあ、苦い思い出。そうですねあ、いいね、普通に、あ、いいね、めっちゃいいです。サイズもやっぱこのぐらい、このぐらい腕出てくれないとね、俺は。あ、いや、これいいわ。着丈もスッキリしてます、ね、うん。しかもこの生地がいいわ。本当だ、うん。でもテロテロ感、テロテロ感、このテロテロ感、これいいね、はい、うん、これかっ、あ、でもこれは本当普通にかっこいいわ、うん、かっこいいね、うん。濃いブルージーンズのピタピタのやつだわ、下に、これは、うん、あ、ブラックでもめちゃくちゃかっこいいです、うん、これめっちゃいいな。これちょっとコーナー行きかな。これコーナー行きかな。コーナーっていうのやっぱ忘れてた俺。いや、これはコーナーですね。これコーナー。これはちょっとまさにコーナー。はい、お願いします。ありがとうございます。じゃあちょっと2階もあるんでね。2階もあるんでね。じゃあ2階もちょっと見せてもらおうかな。はい。じゃあキャップとか。あ、キャップね。このちょっと小ダサいキャップ。これとかね、うん、レンジャーシングスのダスティン、あ、はいはいはい、かぶってキャップっぽいですいいよね、そういうのもダスティンっぽい。いや、もうダサさがたまんないねダサいもんダスティンじゃあダスティンのまま2回行こうか。はいじゃあかぶってきますありがとうございます。じゃあこちら2回です。はい、お願いします。いや、広い服装で楽しいね、結構お客さんでなんかそう言ってる。ああね、あ、ボールが、はい2階がこんな感じですね。はい、でまあ基本的にはメンズがメインで、でちょっと奥にレディース、そうですね、ちょっとだけですけどがあるっていう感じね。うん、はいはいはい。まあこの車のコンセプトのさ、まあ下と大体一緒。そうですね、大体一緒ですけど、うん、まあちょっとまあモードっぽく。あ、なるほどね。へえー、はい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 。もいいですし、うん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 。まあ、ちょこちょこガラのサイズ、ガラスのサイズも、うん、まあ、基本的にまあサイズもちっちゃいんで。お、なるほどね。はいはいはい。あ、この辺のガラスのサイズとか。そうです。でもいいね。この辺の柄とかちょっと良くない？そうですね、いいよね、うん、いいな、普通に。ちょっとこれ着させてもらおうかな。お願いします。
いや、いいね、この辺と柄物。そうですね、うん、これもなんか良さそうだよね。こっちも良さそうですね、うんうん、この辺、はい、良さそうだよね。まあ、ちょっと気になったら着てみようかね。はい、ありがとうございます。はい、あー、もういいね、いい、マサさんサイズです。あいい、いい、いいよね、柄が似合います。いいよね、この柄いいな、うん、サイズもまあバッチリだね。柄なんですけど派手派手を着て、うんうんうん、ちょっと結構派手で、うん、なんか着方も結構難しいっていうかと思うんですけど、うん、このぐらいのノリだったら結構、まあ、誰でも着れるかな。確かにそうだよね、まあ、あとは本当合わせやすそうだよね、そうこの柄は、うん、中にタンクトップとかあるし、絶対かっこいいね、うん、いやこれかっこいいな、これはコーナーだわ、これはコーナーですね。これちょっとコーナー、はい、今日は覚えてました。なんかちょっとずつ思い出してもう選んでるの全部コーナーのやつなんですけど、いやでもね、これいいっすよ、ね、これもいいよね。これパジャマシャツかな、うん、俺パジャマシャツ着ないからね。あこれはコーナー行くかな、どうかな、いや多分これ絶対ハマると思う。サイズでも結構緩そうだよね、どうかな、ちょっとこれも着させてもらいますね。だいぶでかいな、どう、いやこのサイズはさすがに、そうですね、俺っぽくないな、ちょっと新鮮味が、新鮮だよね、うん、あまあでもまあオーバーサイズ探してる方はって感じだよね、うん、これ買っても良さそうだね。若い子とかはもうね、このぐらいざっくり着ても、あとは太いのに、まあ太いパンツに合わせて、もう完全にもうリラックススタイルで、うん、着たらかっこいいかもしれないね。シャツ持ってない方とかに多分一番手っ取り早い。ああ、確かに確かに、うん、まあ色もね、着やすいし使いやすいし、うん、まあ山ちゃんだったらこの辺どのパンツ合わせる、まさにみたいにちょっと細めのパンツでもいいと思いますけど、まあ、ちょっとそっちは大人っぽくなるよね、うんうんうん、軍パンとかでも全然いいかなって。ああ、なるほどね、はい、はい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 、いいね、まあ、スラックスでも全然成立します。ああ、これはいいね、まあ、ちょっとコーナーいかないかな。サイズがサイズ的にね、サイズがね、ちょっと俺のサイズじゃないかなって感じで、はい、すいません。でまあこの辺がレディース、はい、何かレディース でこっちもちょっとこっちもレディース？こっちもレディースもメンズもいける、まあミニセックス。いや、なるほどね。はい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 。でちょっとデニム、まあリーバイスがあったり、あと結構この辺のミッキーのプリントの T シャツなのね。まあ、定番で可愛いよね。可愛いです。ここら辺のやつはまあ下の1階の原稿とは違って、うん、まあ、90年代。あ、そうなんだ。この辺可愛いよね。まあ、ちょっとルーズのサイズなのかな、どっちも、うん、まあ、男の子にも着てほしいですけど、個人的にはやっぱ女の子、いやもうざっくりね、女の子にざっくり着てほしいよね。着てほしいですね、この辺は。これはかなりおすすめですね。これディズニー系も最近結構人気アイテムじゃないですか。そうだね、まあ、値段もね結構高騰してるし、うん、わりかし手が出しやすい値段設定だよね、はい、うん、そうです、違うなと思います、ね、うん、この辺はもう激烈に、うん、激烈におすすめですね、はい、あとどうだろうな、俺が気になっているのは T シャツが1個すごい気になっているのがあって、これはもう結構スペシャルなんじゃないですかね。これはもう、はい、一番多分推してるというかね、オペラ座の怪人。そうです、これかっこいいよね。これもう多分海外でもすっごい人気あるからね、今 80s 90s ですね、うん、うん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 、これいいよね。これまあ何パターンかね、あのオペラ座の怪人ってプリントあるけど、このねバラがついてるパターンもちょっと差し色になってね、この赤がなかなか素敵だなと思うけど、ちょっとサイズもでかい、ちょっと大きいですね。これが XL か、うん、肩幅が結構ちょっと落ちるね、落ちちゃうかもしれないけど、でもこれもすっげえかっこいいよね。いや、かっこいいっす、うん、なんかバンティー着るぐらいのノリで着てほしい。なるほどね、ざっくり。そうです、そうです、はい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 、これでもかなりこのプリントかなりおすすめ、大きいのも欲しい方はぜひって感じだね。ぜひ、うん、ちょっとこれ着させてもらおうかな、じゃあせっかくなんで、はい、でちょっとこれちょっと着てきます。
まさに消えましたか。はい。失礼します。はい。どうすんのこれ。意外とでかい。なんかいいよね。もっと大きいと思ってました、ね。いや確かに何か見た感じすげえでけえと思ってたけど、まあ確かにその肩はね結構ドロップしてかなり出てるけど、着丈が意外と良くてかなりボックスなシルエットだよね。うん。まあでもこれめちゃくちゃいいな。こういうサイジングの日があってもいいですよね。ちょっとね普段の外しとしてこういう日あってもいいよね。いやこれ。これいいな。いやこれあとさっき値段見たけどこれ安いね。これ結構人気あって意外と高いんだよこの T シャツ。いや結構安いと思うこれは。お店としても結構スペシャルで出してるんですよ。だよね。まだ残ってるとかやっぱり疑問に思うぐらい、うん、確かに確かに。これ本当アメリカの本国でもめちゃくちゃ人気なのよ。うん、これかっこいいな。いやいいな。いい、いいでしょ。めちゃくちゃいいね。これちょっとマジでマジ候補、マジ候補、まさにのあのなんつうの、まさにコーナー超えてマジ候補。初めて聞いた。初めてのあの俺初めて言ったもん。これいいっすね。これはもうマジ候補だわ。いやこれマジ気に入った。山下なんか他に見たいのある？あとシャツとパンツ結構気になるのありましたよ。なるほどね。ちょっとじゃあ、まあ、それ見てみようか。ブラックやったこのホワイトデニムとかね。あ、はい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 。ラルフローレンの。あ、ラルフローレンなんだ。ホワイトのデニムです。この辺とかも結構使いやすそうかなって。確かに確かに。いいね。あ、ちょっとフレアになってて。はい、うん、あ、これいいね。夏とかでも結構使いやすいかな。確かに確かに。色的にも。はい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 。いいね。これも結構いいやつと思いましたよ。メイドイン USA のペイズリーなんだ。ペイズリー。へーへー、いいね。USA セットの方が嬉しいですよね。確かにね、古着好きとしては。アメリカ好きとしてはね。ペイズリー柄も結構いい感じで。いいね、いいね。あで、ボタンダウンで。うん。これもすごい素敵です。これもいい。なんかサイズも普通に。あ、良さそうだね。普通に良さそうだね。まあ、俺が着てちょい寄るぐらいにはなるかな。これマジでいいな。まあ、ペイズリーって結構まあクラシックな柄なんで全然いいかな。カジュアルで、ね、意外とでもペイズリーだけどごちゃごちゃしてない感じあるな、やっぱり。これ大人っぽい感じ。ね、大人っぽく着れそうだよね、これは。これもいいな。はい、ということで、でも今回はちょっとこれをガチ悩みしてるんで立ってください。動画撮影終わったらこれをガチで悩みます。僕もずっとこの靴履いてるんで。確かにね、前回からね、はい、前回から、あとはどうもダスティンのキャスト、ストレンジャーシングス。これめっちゃいいよね。めちゃくちゃいいよね。僕キャベツってるんですけど。なるほどね。欲しいっす。似合いそうだけど、かっこいい。似合う人ぜひって感じ。僕はあんま似合わないけど。確かにね。だからね、僕はこれを悩んでね、山、はい、ちゃんこれを悩むっていう、はい、ちょっとね、悩みたいんで今回の動画は、はい、これで終了ということで、よろしいですかね。もう言うことないですか。もう早く終わってほしい。お前そんなこと言うなよ。緊張してる、はい、ということで、今回は、クジラコフテンさんの、撮影でした。協力ありがとうございます。はい、またね、何かこう、まあ、トークとかもうね、郊外もいるんでね、遠いとこ、ね、フリートークとかね、はい、またしましょう。はい。いや、嫌そうにすんなよ。いや、嫌そうにしないですよ。また言われちゃうやつ。面白くないって言うのが怖いんで。まあ、酒飲まずにね、はい、そうですね、やればいいんじゃないですか。落ち着いて。ね、はい、落ち着いてね、はい。ということで、今回の動画はこれで以上となります。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ダスティン。